こんにちは。こんにちは。APH グループ企画部の桜井です。アルプスピアホームプランナーの竹内です。今回はグレージュインテリアの大空間 LDK のお家をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。竹内さん、今回お施主様はどんなところにこだわられたんですか？はい、今回 LDK にとてもこだわりを持っていただいていまして、はいはい、まあ、20畳以上の広い LDK でご家族皆さんが楽しくワイワイと暮らしたい、そんな思いで建てていただきました。はい、内装もこだわってるんですよね。はい、グレージュインテリアで非常にこだわっていただいてます。はい、楽しみです。はい、じゃあまずお家の概要、敷地の大きさと建物の大きさお願いします。はい、はい、敷地は58坪、建物は延べ床面積の33坪のお家になります。はい、じゃあまず外観から行くんですけども、はい、外観かっこいいですね。はい、外観かっこいいですね。はい、はい、グレーとブラック2色のお色味になっておりまして、はい、道路から見えるこちらの面はブラックで、はい、あの窓をつけずに、うん、まあ、インパクトがあるようなお家の外壁にしています。うん、今回の外壁材、日波の、ヒュージプレミアムという外壁を使っていまして、はい、コーキングが非常に少ない特徴がありまして、より高級感があるような外壁になります。はい、じゃあ順番に見ていきましょう。ここがもうすぐ玄関になってるんですね。そうですね、玄関になっているんですけども、はい、この壁が立ち上がっていますので、はい、まあ、玄関開けても外から見えないような角度になってます。なるほど、今それ気にされる方も多いですもんね。はい、そうですね、やっぱりプライベートの部分は確保したいというところが多いので、はい、そんな形の間取りにしてます。はい、そしてこちらが玄関、こちらもかっこいいですね。そうですね、今回あの、はい、照明も非常にこだわっていただいていまして、はい、あの夜の景色とても綺麗に映りますので、はい、楽しみにしていただければと思います。じゃあ夜帰ってくるとかっこいい玄関が迎えてくれる。はい、お出迎えしてくれます。あ、いいですね。はい、あ、かわいい玄関、女性らしい感じなんですね。そうですね、今回は床材にグレー系の床を使いまして、はい、全体としてまあ可愛らしさもあるようなお部屋にしています。うん、はい、なんか柔らかい感じがして、照明も可愛いですね。そうですね、真鍮の照明を使っていまして、はいはい、可愛さの中にもこうかっこよさもあるような、うん、そんなお家になってます。はい、はい、そして収納が大容量ですよね。そうなんです。はい、開けていいですか？はい。おお、すごい、90足ぐらいは入るような横幅 1m70cm ぐらいの大容量な収納になっています。大容量ですね。はい、半分土間続きになってるんですね。そうですね、例えばベビーカーを置いてもらったりとか、はい、傘をかけたりですね、まあ、靴だけではなくていろんなものがしまえるような収納になってます。はい、はい、そしてこれ扉でしまえるので、はい、来客時とかもすごいすっきりしますよね。そしてこちらの玄関なんですけども、はい、後ろすごい大きい鏡がありまして、はい、これかっこいいですね。そうですね、とても大きな鏡が入ってますね。はいはい、また実はこう枠が真鍮の色にこちらもなっているんですけども、はい、鏡があることによって玄関先非常に広く感じることができるようになってます。うん、リビングからちょうど出てきた時もこうちょうど動線上で自分の格好を身近く確認できる感じなんですね。じゃあ中見ていきましょう。はい、はい、玄関正面のこちらのドアなんですけど、はい、めちゃかっこいいですねこれ。はい、めちゃめちゃかっこいいですね。はい、ダイケンさんのコンクリートグレーという柄のドアを使っていまして、はい、さらに天井まである高さのタイプにしていますので、はい、玄関先もより広々と感じれるような形になってます。はい、はい、じゃあリビング行きましょうか。はい、はい、あ、すごいリビングおしゃれですね。こちらが、お施主様がこだわっていただいた LDK になっておりまして、はい、おしゃれですね。はい、はい、LDK と畳コーナー含めて 20.3 畳のスペースになっています。はい、すごい広々とした空間ですよね。はい、そうですね、はい、床もグレージュを使って、また、はい、あの壁紙も実はベージュ系の壁紙を使っているんですけども、白じゃないんですね。そうなんです、少しグレージュの色味が入れてます。なるほど、それでなんかこの柔らかい雰囲気というかができるんですね。はい、で床の模様もちょっと特徴的ですよね。はい、こちらダイケンさんの、はい、サニーアートグレイシュセルベという柄になっていまして、うん、はい、はい、ちょっとこう石目調の柄になるんですけども、はい、はい、あの色味も含めて今回のお家にマッチしてるかなと思います。なんか木目とまた違ってなんか上品な柔らかさが出ますね。そうですね、はい、高級感も出してくれるような床になってます。はい、そしたら LDK 間取りの方のポイントを教えてください。はい、はい、今回はお施主様のご希望で、はい、ご家族がつながれるような広々とした空間というご希望がありまして、はい、なるべくこの LDK の中に壁を設けない、はい、はい、ことによって、まあ、お子様の様子だったりとか、普段の会話っていうのもできるような空間にしてます。
本当に壁がないですね。そうですね、はい、どこにいてもご家族を感じれるような窓になってますね、はいはいはい。そして一つ一つの小さい工夫もかっこいいなと思ったんですけど、はい、上の間接照明かっこいいですね。そうですね、こちらの間接照明約6メートルの折り下げの間接照明になっておりまして、はいはい、空間として、まあ、明暗をつけることによってメリハリがあるような空間になってます、はいはい、奥行きを感じますね。そうですね、はい。そして反対側なんですけども、こっちの天井もここグレーになってますね、はいはい。キッチンとダイニングの上の部分ですね、はい、こちらを折り下げをしておりまして、はい、またアクセントの壁紙を使ってます、はい、キッチンと色味を合わせることによってより落ち着いたかっこいい雰囲気のダイニングキッチンになってます。こうダイニングキッチンがまとまる感じがありますね。そうですね、はいはい。そしてまず LDK 入ってくるとこちらが畳コーナーですね、はい、小上がりの畳スペース3畳の大きさになります、はい、こちらもグレー系の色味になっているので、はい、統一感があるような空間になっておりますし、はい、小上がりになって視線が上がるので、はい、お子様が遊んでいる様子も例えばキッチンからも見通しが取れるような形にしています。そして畳スペースからつながったところは今度リビングですね、はい、テレビ裏がちょっとこれクロス変わってますね。そうですね、こちら石目調のクロスを使っています、はい、なんかさりげない感じがいいですね、はい、そうですね、はい、全体としては統一感があるクロスにしているんですけども、はい、ちょっとこう奥行きを作ることによってまた雰囲気が少し変わって、はい、かわいらしさが出てくるかなと思います。そして今度こちらがダイニングキッチンですね、はい、間取りとしてはフルフラットのキッチンとダイニングを横に並べて、はいはい、家事のしやすさですね、配膳のしやすさ、片付けのしやすさがつながるような空間にしています、はいはい、対面側には収納もついていますので、はい、そちら側ですね、はいはい、例えばリビングで使うものだったりとか、はい、小上がりで使うものをしっかりしまっていただけるようなスペースになっています、はい。実際開けてみるともうこれ全面が収納になるんですね。そうですね、キッチンの裏側全面収納になっていますので、はいはい、例えば本とか、はい、救急箱とか、うん、そういったものをしまっていただけるようなスペースになっています。あ、すごい、これ実際に出すとやっぱり視界の広がり方が違いますね。そうですね、うん、そしてこういうフルフラットの場合ってキッチンそれ自体がものすごくかっこよさって大事だと思うんですけど、はい、今回はそれぞれどういう柄を採用されたんですか？はい、キッチンの扉に関してはグレーストーン柄を採用していまして、はい、キッチンの天板はサンドブラック、こちらの黒でまとめた統一感のあるようなキッチンにしています、はいはい、黒もまた柔らかい感じの黒なので空間に合いますね。そうですね、はい、はい。先ほどキッチンのその前のところも収納大容量だったんですけども、はい、後ろ側も収納大きいのついてますね。そうですね、はい、はい、こちらキッチンのものをしまっていただく収納スペースになってます。壁一面収納になってるんですね。はい、扉がついていますので隠すことができるようなスペースにしてます。生活感を抑えられますね、はい、しかもこれ後ろコンセントついてるってこと、家電入りますか？そうですね、電子レンジだったりとか炊飯器なんかもしまっていただけるようにコンセントをつけてます、はい、でこのキッチンの入り口も丸い感じですごい可愛くなってるんですけども、はいはい、ここ通り抜けてくると、はい、今度こちらがカウンターのスペースですね。はい、キッチンの横に作業スペースがありますので、はい、あの奥様がちょっとこう作業したりとかできるようなスペースにしてます、うん、そして竹内さんのいらっしゃる側が、はいはい、こちらなんですか？こちらがクローゼットになっているんですけども、はいはい、実はですねこの奥に空間がありまして、はい、わーすごい、はい、こっちが、あ、洗濯の部屋ですね。はい、ランドリースペースになってます、はいはい、そしてこちらがカンタくんですね。こちらが今、はい、大人気カンタくんです、はい、はい、大人気ですね、はい、大人気ですね。最新型のデラックスタイプですね、はい、6キロサイズの大カンタくんになってます、はいはい、6キロサイズっていうと大体何人分くらいですか？大体ご家族でいうと3人から4人家族分っていうふうに思っていただければと思います、うん、はい、洗い物をして、はい、カンタ君で乾かして、はい、で干したり畳んだりっていうのができるようになってます、はい、じゃあもう洗濯の動線がここでまとまってるんですね。はい、はい、家事楽ですね。家事楽です、はい、はい、奥がお風呂ですね。はい、TOTO の浴室一坪タイプになります。正面のアクセントもブラックでかっこいいですね。そうですね、はい、全体としてホワイトとブラック2色を使って、うん、はい、あのモノトーン調の浴室になってます。はい、はい、
で、TOTO さんといえばやっぱり床ですね。はい、ほっからり床という床ですね。はい、これ足元が少し柔らかい、はい、感覚になるんですけども、暖かさもありつつ、あのカラッと乾くような、そんな特徴がある床になってます。はい、アルプスピュアホームの標準装備で床ワイパー洗浄という機能が標準装備になってます。はい、はい、こちらも組み合わせることによって汚れも落ちやすく、またあの普段のお手入れもしやすいような床になりますので、はい、よりあの家事もしやすいかなと思います。手間がかからないっていうのがいいですよね。はい、はいはい、こちらの扉から出ていってみますか。はい、はいはい、失礼します。はい、はい、抜けてくると今度こちらが洗面につながってますね。はい、こちらも TOTO さんの洗面化粧台になります。はい、はい、TOTO さんといえばやっぱりセンサーですね。はい、はい、接触型のセンサータイプになっておりまして、はい、照明も触らず、また水の出し入れも触らずに、はいはい、操作することができるようになってます。はい、はい、今のやっぱりコロナ禍経てこういうの嬉しいですよね。そうですね。はい、こちらの真鍮のタオル掛けも可愛いですね。可愛いですよね。はいはい、お家の雰囲気にもしっかり合ってくるので、はい、可愛らしさもありつつ高級感も出るような感じになってますね。はいはい、そして実はこの洗面なんですけど、はい、玄関からすぐつながってますね。はい、そうなんです。玄関帰ってきてすぐ手を洗ってお家の中に入ることができるような、そんな間取りにしております。はい、はい、じゃあそのまま洗面抜けていきますと、はい、はい、正面こちらですね。はい、はい、開けていいですか。はい、どうぞ。はい、あ、おしゃれ、こちらがお手洗いですね。はい、こちら1階のお手洗いになっております。はい、はい、正面おしゃれですね。そうですね、正面もおしゃれなんですけども、実はその横にカウンタースペースが、あ、すごい、はい、ありまして、はいはい、水回りちょっとした小物もですね、しまっていただけるような収納もこちらも受けてます。はい、結構奥行きありますよね。はい、こちら階段下のスペースを活用して、はい、ちょっと奥行きと幅のあるような、はい、そんな収納をつけてますね。じゃあ2階上がってきまして、はいはい、まず正面のとこですね。はい、こちら2階のお手洗いになりますね。あ、お手洗いなんですね。はい、開けていきます。折れ戸で、はいはい、コンパクトに折りたたみできますね。そうですね、こちらのスペースも有効活用してます。はい、はい、こちら一面一面の柄を使っているスペースになってますね。はい、はいはい、また実はこの奥に収納スペースが取ってありますので、はいはい、トイレで使う小物関係もしまっていただけるようなスペースになってます。はい、こちらも結構奥行きありますよね。はい、しっかり大収納が取れるようになってますね。はい、でお手洗いの横がこちらも2階もこれだけしっかりと洗面ついてるんですね。はい、2階の洗面スペースですね。はい、例えばこう髪を洗ったりとか歯を磨いたりとかっていうスペース、あー、はい、まあ、1階が混雑した時に、うん、あの2階のスペース有効活用できるように2階にも洗面化粧台を設けてます。確かに朝の時間、はい、やっぱり洗面台1台結構混み合いますよね。ドタバタの朝ですからね。はい、はい、そして洗面裏がこちらは、はい、何でしょうか。こちら2階の納戸ですね。あ、広い。はい、2畳のスペースになってます。あ、2畳でこれだけ広いんですね。はい、また棚も上にも下にも置いていますので、はい、例えばお布団しまっていただいたりとか、キャリーバッグしまっていただいたりとか、あ、はい、季節のもの、そういったものがしっかりしまえるようなスペースになってます。はい、じゃあまずこちらのお部屋からいきますか。はい、こちらいきます。はい、あ、明るい。こちらは何の部屋ですか。こちらお子様のお部屋の洋室ですね。大きさどのくらいになりますか。はい、はい、こちら 4.5 畳のお部屋に1畳分のクローゼットスペースがついてます。はい、はい、収納オープンだと広く見えますよね。そうですね、広さも取れますし、はい、またアクセントの壁紙を使っていただくと雰囲気も出ますね。はいはい、今回はこの横にこちらのお部屋と同じ大きさの洋室が1部屋ございます。はい、はいはい、じゃあ隣主寝室ですね。はい、はい、寝室行ってみましょ う, しょう。はい、はい、失礼します。あ、また雰囲気が全然違う感じですね。はい、こちらの主寝室は 7.2 畳の大きさになります。じゃあ主寝室としても結構ゆとりがありますね。そうですね、はい、はい、この照明もすごい、はい、いい感じに落ち着いた雰囲気出してますけども、はい、はい、壁一面を、はい、ブラウン系の壁紙を使っていまして、ブラウンなんですね。はいはいはい、さらに照明もブラック、はい、でスイッチコンセントもブラックですね。はい、こちらで統一感があるような空間にしてます。それでまた雰囲気が変わっていきますね。はい、はい、そして収納なんですけども、はい、こちら側ですね。はい、はい、
またこちらも R の可愛い壁の、はい、R の下がり壁ですね、可愛、はい、いですね、可愛 いです、はい、はい、入っていきます、はい、こちらがウォークインですね、はい、こちらはウォークインクローゼットが 2.2 畳の大きさになります、はい、先ほどの難度がありましたので、はい、お布団をあちらにすべてしまって、こちらもお洋服にすべて使ってもいいですよね。そうですね、はい、ご夫婦とてもおしゃれなご夫婦なので、あ、そうなんですね、はい、しっかりお洋服しまえるような空間にしてます、はい、はい、いいですね、はい、最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回はお施主様のこだわりの詰まった LDK 空間、またはグレージュのおしゃれなトータルコーディネート、皆さんもぜひ参考にしてみてください。この動画気に入っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてインスタグラムでは事例をたくさん公開していますので、ぜひそちらもフォローに。バイバーイ。